まこさん来ております。はい、いっぱいあります今日。もうかなりあります。でかなり長い長文のやつもありますので、頑張れ、代弁してください。よろしいですか。はい、はい、いきます。ペンネームスイートペインさんです。お願いします。ワイはまこや、プロ歌手ファーまこや。おい、 FF とかドラクエとかポケモンとかロールプレイングゲームのゲーム中、一、うん、つしか手に入らんようなアイテム、うん、お前どこで使ったらええねん。そうやな。例えば、うん、味方の体力とマジックポイントを全回復する夢のようなアイテムがあんねんけどな、うん、強敵に備えてどんなピンチでも使わずに大事に取っとったら、うん、クリアしてもうたやんか。あるよ。わいな、ロールプレイングゲームするたびに毎回備えことになるねん。もやもやすんねん、うん、そうやね。せやからそういう一つしか手に入らんようなアイテムをなくすか、うん、あともうちょっとでクリアなので使ってもいいですとか表示してくれ。今ですよっていう。えらい過保護や。これゲーム好きの井上さんや翔太さんはどないしとるか知りたいわ。ゲーム関係者にあったら伝えてくれへんやろうか。そうやな。あ、なるほどね。頼みます。これどうなんですか、うん、実際これはね、あの多分その初心者用というか、救済処置ですよね、ですね。だから要は、だからそう、上手い人はそういうのいらないですから。あ、井上さんもクリアしてももう使ってないタイプの人ですか。全然いらないです。僕はもう全く興味ないですよ、そういうの。すげえ。そうだ、僕は使っちゃうタイプです。ああ、いいですね、うん。それが一番いいんですよね。僕はもうクリアするまで一回もゲームオーバーなりたくない人で。あ、はいはいはい。なので、もうどんだけ、弱い敵だろうと、うん、ちょっとプレミオンして、ちょっとピンチになっちゃった時にもすぐ使います。ああ、そう、はい。今後多分、ラスボスとかあるだろうけど、ここで使わんかったら死んでもやろうな、みたいな、時に使います、普通に。あ、まあ、その後。なんでそんな顔やねん。さっきからなんかすごい自慢げに、使います、僕は。でも、ゲーム好きですから。やるんですよ、僕は。でも確かに、でも、熱くなっちゃって。使うやつが偉いわけじゃない。いや、熱くなっちゃった。熱くなって。でも、やっぱ、一個しかないから取っておいちゃうんですよね。だから、何個か作ってほしい、逆に。ボールとか。ポケモン捕まえるボールとか、あ、結局最後伝説のポケモンでもそう、マスターボールとか、ね、使わなかったりとか、うーん、スーパーボールとかで意地でもみたいな。マイクはどこで使うんですか、タイミング的には。私ゲーム全くしないです。いや、だって使うとしたらどのタイミングですか。使うとしたら今、うん、食後、うん、食前、食前かな、食前で、うん、食前食前でマックスにしてご飯食べたい。どっちの方がいい、どちらかというとね。朝起きてからの方がいいんじゃない。効率的には。絶対5の方がいいけどね。前はやめといて。それは人の女優、自由でしょ。人の女優。もういいわ。確かにそれはそうですね。アイテムは。なるほど。なんか機会あったらちょっと言うといたってください。はい、言います。はい。